はい、お待たせいたしました、高田馬場下船帝ブリキワンフリープレイの、リーグ戦をこれより開始したいと思います。あれ始めちゃった。ではですね、現在のところ、参加人数が 1,2,3,4,5,6 人、6人のリーグ戦で行いたいと思います。これ順番とかどんな感じ。それではですね、ちょっとリーグ戦なんですけれども、ちょっと順番とかは適当にもう空いたところから順次やっていってもらう感じになりますので、ちょっと連戦になっちゃったりするかもしれませんけども、それについてはご了承ください。ではですね、まず第一試合上からいっちゃいますね。はい、じゃあ昆布さん対クレさん、昆布さん対クレさん、はい、奥の台で、エラガイツの隣の台でお願いいたします。続きまして、じゃあシンゴさんと R 滝さんでいいのかな。シンゴさんと R 滝さん手前側でお願いいたします。はい、今回の、対戦に関しましては、奥の台エアガイツの隣の台の方は現在、配信させて、三門さんのご好意により、配信させていただいております。こちら、エアガイツの隣の台、いつもブリキが置いてある台の方は配信させていただいておりますので、手元の iPhone でも配信を確認しております。はい、本部さんとクレさん、昆布さんがガイでクレさんがソコロフ。まずはフロッグダウンしたところをローキックで潰した後にタックルからバック投げ、バック投げ2連目が入ってもう1回いくか、もう1回いった、これは大きいぞ。ソコロフはやっぱりバック投げからの3回投げが入ると火力でかいですよね。あ、今度は肩下くるが入っちゃった。あ、しかし追い打ちが失敗してガイは立ち上がる、起き上がり無敵で小手フック、また片足タックルが入っちゃう。この片足タックルの間合いをいかにしてごまかすか、片足タックルを空振らせるかっていうのがタイトゴルフ戦の重要なポイントなんですけども、やっぱこの辺はちょっと慣れないとなかなかに難しいというか、どうしても最初は食らっちゃうところはありますよね。コンボさんも、まあ、いつも使えないというバイアクではなく新たなキャラということでガイを使っているということもありますので、結構まだいろいろアーキブアップ、はい、本部3対クレさんは、クレさんのギブアップ勝ちということでお疲れ様でした。じゃあ続きまして、人口さん対おじさまさん。おじさまっていうのはあのハンドルネームがおじさまになっておりますので、はい、人口さん対おじさまで、はい、奥の台でお願いいたします。今マイクを持ってくれて解説にブリキ243が、歩くブリキ百科事典ブリキ243が解説に入ってくれました。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃ奥の台、おじさま対人口さん、まあ、ソコロフはもうね初心者の壁でね、当時はタックルだけされて負けてなんだこのゲームがって離れてた人が多分多数いると思うんですよ。稼働当時私もなんかそんな気はちょっとしてたんですけども、でも慣れてくるとやりようはあると。そう、結局このゲームは迂闊に攻めに行っちゃうとそこ疲れてタックルされて負けるっていうパターンが多いので、逆にタックルに来たいんだろうっていう状況を作ってあげて誘って空振りさせてやるとか、そういう感じで戦うゲームなので、ちょうど今、タックルの空振りをミドルで返したようなそんな感じですね。攻めるふりして待つみたいな、そういうところは大きいかなとは。あとガード耐久値は少ないので、こうやってチクチクやられてるだけで結構今結構ガークラスで攻撃クラスなんでこういう状況になるんですよ、うまくやると。あ、手前の台の方が終わりましたね。はい、次は、昆布さん対慎吾さん、昆布さん対慎吾さん手前の台でお願いします。
わあ、片足タックル、こっちが空振っちゃった、ミドルが。片足タックルのスカリはすごい隙があるので、あのジルバーのかかととしか余裕で入るんですね。そんなにあるんですか。急降下かかとが余裕で入るぐらい。これは随分隙がありますね。あるので、ガイだとあのスライダーとか、あと浴びせ蹴りあたりで最大を取るの方がいいのかなって気がします。ちょっとその辺はもうちょっと検証が必要っちゃ検証が必要な感じかもしれないですね。あのまだあのどれが最大なのかとかっていうのが、なんか集合値になっていないとでも言いましょうか。おタックルが入った。タックルが入って一発入ると結構これで1回減るので、はい、変形タックルからの投げなので2回までしか投げられないけれども、タックルが入ればソコロフの火力は十分。おソコロフに昇竜拳が決まりましたね。おまた片タックルが入った。しかしこれをリング際果たして、あーリングアウト、惜しい、実に惜しい。今その場でミドルでも良かったんですけどね、ちょうど使ってたので、小手フックだと上段攻撃なので、その下くぐってタックルが入っちゃうってことが確かあったような気がするんですけれども、ガードしてからのカニバサミ、カニバサミでいいんでしたっけ、まあレッグシザーズ、レッグシザーズ、失礼しました。まあだからカニバサミですよ結局。まあまあそうなんですけど、さあ判定になっちゃった。私表ではそういう名前だったんで、うんうん、ガイ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 が意外と使ってましたね、これ。これやっぱ打撃の数、手数なんでしょうね。はい、リコさんのそういうところでありがとうございました。割と攻めだったし、ガークラからの追撃とか入ってたので。はい、じゃあ続きまして、クデさん対アールタキさん。クデさん対アールタキさん、奥の台でお願いいたします。でもやっぱり投げキャラ、特にタックル持ちのキャラにどう対処するのかっていうのが最初の壁なんでしょうね。そうですね、あの鉄拳とかバーチャーとか あれ系統をやってる人間だと、ね、あのまあ、鉄拳だとタックルも返せますからね、普通に全キャラ、この、まあ、反応は必要ですけれどもね。まあこのゲームは本当にタックル返しがないキャラクターはタックル食らうとどうにもならないので、もうタックルをすかすっていうことを念頭に置いて立ち回らないときついです ね。今1回目は、アールタキさんタックルをすかせたんですけれども、その後投げに行けずに2回目のタックル入るもののバランスゲージのせいで投げられなかった、そういうような攻防が展開しております。おっと3回目の片足タックル、しかしまだバランスゲージがお長かったのか。あおー踏んづけた。あんなこと起こるんですね。おっと4回目の片足タックル、今度はさすがに暁丸といえども耐えられない。暁丸その場からこう掴めちゃいますからね、倒されると危ないんですよね。そうですね。というかこのゲーム相撲取りにタックル返しがないのがすげえ納得いかないんですよ。はい、はい、では続きまして、手前の台で慎吾さん対人工さん、慎吾さん対人工さん、手前の台でお願いいたします。これで結構赤月丸も投げが通れば赤月丸も結構火力はあるとは思うので、まだまだ変形タックルが入って、あの距離からのタックルは結構強を使いますね。これはさすがに KO、クレさん対アルタキさん、クレさんの勝利ということでありがとうございました。で結構投げられなかったのが痛いですね。そうですね、赤月丸のなんか差しからの投げとかって私なかなか成功しないんですけれど、はい、アールタキさんちょっと連戦になってしまいますけれども、アールタキさん対おじさまさん、アールタキさん対おじさまさん、奥の台でお願いいたします。まあちょっと人数が、まあ、7人ぐらいなので何らかの形で連戦になってしまいますけれども、そこはご了承ください、ね、たくさんブリキを遊ぶという感じでお願いいたします。おじさま対アールタキ、全くさっきと同じカードですね。そうですね、ただまあ使い手が変われば狙いも変わるというところがあるので、まあブリキはそこまで大きく変わらないにしてもやはり癖が出る。おっとレバーを入れっぱなしするの忘れましたね。やっぱり暁丸の投げって難しい、なんか入力難しい気がするんですけれどね。基本的に最後のレバーレッパーにすれば大体投げられるはずなんですけどね、はい、もっとこの距離は打撃の出の遅くて移動もあんまり速くない暁丸にとって近距離まで寄られるとそれはそれでやりづらいのではないかと思うのですが、もっと変形タックルからここまでゲージを削られてしまうとちょっと、まあ、暁丸はちょっときついですね。とはいえまだ体力はある、暁丸体力はあるからまだまだ逆転のチャンスはある。掴まれて、ガブられて、ガブリはレバガチャで耐えられるんですけど、なかなか割れないととっさには、
さあ、こうして差しとかが使った瞬間にタックルが進んでくるので、そうですね、なかなかきついですね、前が分かるまでは。だからお互いスカカク狙いでなかなか手が出ないという風になっていくのが投げてらっしゃるので、あれは反応してちょっと抜けたかったところですが、まあ難しいですね最初は。すみません、R 滝さんまた冷静になってしまうんですけども、昆布さん対 R 滝さん、昆布さん対 R 滝さん、奥の台でお願いします。あと手前の台も空いてますね。今のは、滝さんの方が負け、 KO で負けてます。はい、はい、でその次は、まあ、赤月丸も決して弱くはないんですよ。タックルに対しては鬼仕切りでかわせたりするし。はい、では人工さん対クレさん、人工さん対クレさん、手前の台でお願いいたします。ガイも 何気にタックル持ちなので、赤月丸はちょっとタックルはあんま受けたくないところなんですが、はい、昆布さん対 R 滝さん、昆布さんが今回はガイを使ってて、 R 滝さんは赤月丸、まあ、こういったなんですが、ある意味赤月丸というのはタカトと同じ感じなんですよ、戦い方が。というと、打撃がちょっとあれなのと、なるほど、打撃があれ、一応投げとか一切無効にできる、あーなるほどなるほど、ポーズがあるっていう、うん、鬼仕切りですね。のとおっと、浴びせ蹴りが当たってしまった。あれ痛いんですよね、クラウト。一応確定で投げられるサバ折り、うん、まあ高戸というと足取り、うん、おっとサバ折りが入りました。なるほど、これが、まあ、高戸というところの足取りみたいな考え方でいくと、結局相手のタックルとかをどうさばいて投げるか、まあ、高戸だったらどう取るか。なるほどなるほど、タックルに行くが、いやらしいですね、このタックルが、うん、タックル持ちのタックルはいやらしいですね、本当に。で、袖でチクチク。この距離は赤月丸、なかなか打つ手がないか、しかし差しが入ったが、うまく中までつなげられない。ミドルキックとかはをうまく、その、もろ差しの、うん、その、仕切りのポーズでかわして、その、抜けるのが不可能なもろ差しを決めるっていうのが、でかいんですけどね、できると、うん、手前の台は、クレさんと人工さん、クレさんの KO 勝ちですね。あー安い、今の浴びせ蹴りのスカリも起き上がりにね、サバ折りとか決まるんですよね。それでは手前の台で慎吾さん対おじさまさん、サバ折り、慎吾さん対おじさまさん、手前の台でお願いいたします。あ、なかなかサバ折りは慣れないときついですね、最速で入れるの。やっぱあれちょっと練習しないと難しい系の技なんじゃないかなと思うんですけれど、さて、判定にも釣り込みました。同点ガイ、おっと、なかなか、これはなかなかいい、うん、さ、サドンデスマッチが始まります。はい、体力が赤の状態でタイムも少ない状態でのサドンデス、どうなりますか。あ、差しに行くけどうまく投げられない。ローキックで牽制するガイ、小手フックが入る。そう、相手が動くところにどう、あの張り手をねじ込むっていうのもありなんですけど、リスクは高いですね。そうですね、なかなかリスキーっちゃリスキーですよね。でも、まあ、おーっと、あー惜しい、今のはリンク張り手弱だったかな。 あーっとお、掴んだけど抜ける、抜ける、あの、だ、仰向けのダウン取りは、はいはい、両方とも抜けられますんで。なるほどなるほど、うつ伏せダメなんですよ、うん、おっ、喧嘩張り手いったところがリングアウト。これはちょっとついてない。今中の喧嘩張り手でしたよ。あ、中、さて最後に判定になって、ガイガイガイ、はい、昆布さん対滝さんは、昆布さんの勝利、判定3対0の、なかなか赤月丸も頑張ったんですけどね、サドネスまで行けて打撃の速いガイ相手になかなか頑張ったと思うんですけれども、なんかやっぱりキャラの操作がやっぱちょっと難しいんですかね。そうです、あとはやっぱ喧嘩張り手をうまく重ねるのが重要かと。はい、では昆布さん、ちょっとすみません連戦になってしまいますけども、昆布さん対人工さん、昆布さん対人工さん、奥の台でお願いいたします。あ、わかった。はい、それでは配信台の方では、コンボさん対人工さん、これガイ同キャラだからどっちが出てきた。あ、コンボさんがワンピー側、ワンピー側、ショートタイツ、うん、ショートタイツがコンボさん、人工さんがロングのタイツといいますか、あ、色黒の方ですね。タックルに行くけれども、投げられずにショートフック返される、ミドルの打ち合いになりました。
ミドルキックの性能自体は例えば、まあ、早くとかには劣るんですけども、それでも外のミドルは十分強い。ブロックダウンして様子を見るけれども戻りを蹴られる。想定フックとミドルの打ち合い、ここで勝負にダビス蹴りに行くけれどもガードされて反撃される。ミドルが2発入っちゃって、おっとコンブさんの外が投げが通してダウン投げに行く。投げ抜けはできない。何でしたっけ、技名ちょっとわからないんであれですけれども、締めに行くけれどもそれは続かず。とはいえ体力状況的にはどっちも五分、時間的にもまだあるのでどうなるかはわからない感じですね。スライダーに行くけれどもガードされた。あ、カウンターでスライダーが入る。しかしまだ体力が多いせいかすぐに起き上がる、人工さんの方のガイですね。おっと今度は人工さんが投げに行くけれどもうまく投げまでつなげない。ミドルの打ち合い、ミドルの打ち合い、ショートで誘ってミドルロー、ミドルロー。打撃も投げも使えるガイっていうのはやっぱり相手の土俵に立たないようにして戦うっていうのが重要なのかなとは思います。タックルいって押し倒すけれどもなかなかどっちも決定打が出てこない。しかし気がつくと人工さんの方のガイ、 2P 側のガイの体力がちょっと赤くなっている。まあ、体力が赤くなってもこのゲーム少し時間をかけると体力時間で回復したりしますので、あの慌てることなく、あの冷静に対処していけばまだまだ勝ちのチャンスはありますが、しかし時間が残り7秒6秒、この感じだと打撃が多い方がおそらく勝つんだろうなと思います。はい、手前の台クデさん対おじさまさん、クデさん対おじさまさんお願いいたします。はい、奥の台の方はガイ対ガイが、ドロー、1回目のドロー、サドンデスマッチ、ガイ対ガイでドロー、サドンデスマッチに入りました。さあこの体力赤い状態で大技に出るけれどもガードされてフックをもらってしまう。コンブさんがフックをもらってしまった状態、現状だとポイントがやや、人工さんの方が多いけれども、ここのローの連打でこれはポイントはまた分かんなくなってきた。時間は15秒、この体力だったら KO は十分あり得る。さてどうなりますか。エルボーが相打ち、お互い均等でフックの打ち合いからコンブさんの想定フックで、人工さんのガイが KO されてしまいました。サドンデスマッチを人工さんの、ガイが KO、 コンブさんの勝利ということでありがとうございました。ではすみません、人工さん連戦になってしまいますけども、R 滝さん対人工さん、R 滝さん対人工さん、奥の台でお願いいたします。はい、人工さん 1P 側、R 滝さん 2P 側、ガイ対赤月丸。これはやっぱりタックル持ち、相手に赤月丸がどこまで、タックルを空振りさせることができるかというところでしょうか。しかし外にはこのリーチの長いミドルもある。ミドルのギリギリの前から執拗にミドルを蹴っていく人工外、 R 滝赤月丸はちょっとなかなか近寄れない。差しに行くけれども投げまでつなげない。タックル1回や2回、ああ惜しい、今鬼仕切りでタックルをかわしたんですけれどもぶちかましまではいけなかった。また人工さんの台のタックルが入りますが、お今度は鬼仕切りから裏ぶちかましカウンターでヒット。はい、では手前の台で、昆布さん対おじさまさん、昆布さん対おじさまさま、おじさまさん、手前の台でお願いいたします。さて、配信台の方はどうなっているかと言いますと、あ赤月丸の体力がやや赤い。これはまあまだ戦えるけれどもややピンクといったところでしょうか。ただ時間はまだまだありますし、赤月丸は投げが通って踏んづけが入ればなかなかのダメージ。ーしかしタックルチクチクっとミドルで牽制してミドルにターゲット絞ったあたりでタックルが飛んでくる。この辺は使い方がうまいと思いますね。アキレス腱固め行って、相撲取りのアキレス腱をし、こう締め上げるというか、あの関節技を決めていくと。相撲には関節技、ね、寝技はないですからね。裏ぶちかましが入ってダウン奪うものの攻めは
エルボー想定かな、エルボー想定で、人工さんの害が KO 勝ちということでありがとうございました。では久手さん対慎吾さん、久手さん対慎吾さん奥の台でお願いいたします。久手さん対慎吾さん、これはソコロフの同キャラ戦ということになりますね。ソコロフ、今セコンドオフにした方が、1P 側が久手さん、2P 側が、慎吾さんのソコロフとなります。ソコロフ同キャラ、これは単純に我慢比べになるかと思いきや、初っ端からローキックからのガブリ、変形タックル、久手さんの変形タックルが決まって、バック投げ1回、2回まではミスらなければつながってしまう。ソコロフは、まあ、ガード耐久値も体力も決して多い方ではないので、食らってしまうとなかなか辛いものがあります。またガブリから今度はこれ何でしたっけ、トルコ狩りでしたっけ、そこから、バック投げ一発。しかし体力が少ないという意味ではソコロフ同キャラなわけですから、慎吾さんでも、タックルがうまく入ればまだまだ勝ちの目はあります。おっとタックルをバーウィンでかわして片足タックル、からこれは、なんか関節技、なんて名前かちょっとごめんなさい分かんないんですけども、なんか関節技に持ち込んで、寝技に持ち込んでる。これは危ない、これはもしかしたらギブアップになってしまった。関節技ギブアップで、ヒデさんのソコロフのギブアップ勝ち、タップアウトでヒデさんの勝ちということになりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これで、全試合が終わりました。今ちょっと、勝利数などを集計しておりますので、今しばらくお待ちください。はい、おじさま、4の1で、はい、同率なんで、もう一回決勝戦です。はい、久手さんの、久手さんとおじさまさんが、同率なので、4勝1敗、どちらも同率で4勝1敗。で、ここで、決定戦の方を行いたいと思います。配信台の方でお願いします。配信台ではない方、手前側、サムライスピッツ線の隣のものに関しましては、フリープレイが継続しておりますので、どうぞのじ合い台としてご自由にお使いください。さて配信台の方では、クデソコロフ対おじさまソコロフ、 1P 側がクデ、 2P 側がおじさまで、これが、優勝決定戦といいますか、そういうことになります。あ、オクタゴンで繰り広げられるただのアマレスですねただのアマレスの競技会です、うん、アマレスの試合でやれよっていう話になりますけども、おっとタックル、まあ、とりあえず真面目なことを言うと、はい、お互いにタックル返しがあるので、まあタックルはちょっとお互いちょっとやりにくいなというので、こういうふうに片足ばっかり取る対決になるんですが、今は片足に行く瞬間をタックルで取られたんですね。そうですね、片足タックルに行くとなぜか判定が上の方まで出るので、差しとかタックルとかが決まってしまいます。まあ狙ってるのはなかなか難しいんですけども、まあ、クラウ側ではやっぱちょっと注意しといた方がいいところですよね。とりあえずこうなったらゲージを回復しつつ様子を見るっていうのがですね、攻めるふりして守りながらバランスゲージや体力を回復しつつとガブってから、片足タックルってタックルに比べるとそのバランスゲージを削る量が少ないので、より多く決めないとダメなんですよ。なるほどなるほど。じゃあより一層我慢強く辛抱強く片足タックルを狙っていかなければいけないということですね。片足タックルを警戒 して、まあ、すかしたら何すればいいのっていうと、まあ、これが何をしていいのかっていうのがあるんですけど、うん、なんとか今タックルを決めて、まあ、アキレス腱固めかな、アキレス腱固めでソコロフを締め上げる。おっと 2P 側ソコロフ、おじさまの方のソコロフは体力が赤くなっている。でもこれはこのゲームは時間をかけて回復することもできますし、おっと行こうと思ったら、おっとタックルが、変形タックルが入って、タックル通しましたね。2回、やはりソコロフは体力が少ないから、しかしここはまた片足タックル、片足タックルのダウンで KO、 これで、クレさんの勝利ということで、優勝者はクレさんということになります。優勝者はクレさん、2位がおじさまさんとなります。続きまして3位が、慎吾さん、
4位が、昆布さん、5位、あ、4位が同着で、昆布さんと人工さんで、6位、R 滝さんとなっております。ブリキュアンリーグ戦、以上で終了となります。ありがとうございました。リーグ戦もう一回やりたいと思います。4時半、16時半に開始する予定でおりますので、それまで対戦第2セットともにフリープレイ継続中ですので、どうぞご自由に遊んでください。では2回目の、リーグ戦16時30分が近くなりましたらまたアナウンスしますので、よろしくお願いいたします。配信の方も1回切ります。